見せてもらおうか。伝説のスーパーユーチューバーの性能とやらを。やつが来たんだ。売れない芸人20年のウェルダン穂積だ。はいどうも、伝説のスーパーユーチューバーウェルダン穂積です。でもおもんないでー。ということでございましてね、今日はね、ちょっと寝起きが寝癖で、なんかリーガルハイのコミカドケンスケみたいな髪型で申し訳ないですけど、以上です裁判長。見たくなってしまってるんですけど、ですね、僕接客業させてもらってまして、いろんな方とお話をするんですけども、これなんか一杯のかけそばみたいだねみたいな話を僕がして、おー懐かしいね一杯のかけそばみたいな話をしたんですけども、一杯のかけそばって皆さんご存知です？お話、これ僕若い職場にはね、学生さんとか若い方もいらっしゃいますんで、一杯のかけそば知ってるって言ったら知らないっていうんで、まあ調べるとですね、確かに一杯のかけそばって1989年にブームになった、結構昔、確かにそれはね、20歳そこそこの人じゃ知ってるわけないなと思うんですけども、昔誰もが読んだ、誰もが涙する幻の童話っていう触れ込みで話題になったんですけども、これぜひせっかくなんで、まあ覚えてる人にはね、久しぶりに聞いてほしいのと、知らない人にはぜひ知ってほしい話なので、一杯のかけそばっていう物語があるんですけども、それを朗読してみようかなと思って、社会現象にもなった短いお話なんですけども、貧乏な家族が一杯のかけそばを貧しい家族3人で分け合って儲けたぞーい、吊るせこーっていうお話だったと思うんですけど、確かね、ハゲたハゲゾウ、ハゲたハゲマルか、ハゲたハゲマルの話だったと思うんですけども、その読んだ誰もが感動、涙する幻の童話、これどういう話なのかってちょっとね、僕朗読してみたいと思いますね。今日はちょっと趣向を変えてですね、そんな感じでいきたいと思いますんで、よろしくお願いします。いきますね。一杯のかけそば、栗良平。この物語は今から15年ほど前の12月31日、札幌の町にある蕎麦屋、北海亭での出来事から始まる。蕎麦屋にとって一番の書き入れ時は大晦日である。北海亭もこの日ばかりは朝からてんてこまいの忙しさだった。いつもは夜の12時過ぎまで賑やかな表通りだが、夕方になるにつれて家路に着く人々の足も速くなる。10時を回ると北海亭の客足もぱったりと止まる。頃合いを見計らって、人はいいのだが不愛想な主人に代わって、常連客からおかみさんと呼ばれているその妻は、忙しかった一日をねぎらう大入り袋と土産のそばを持たせて、パートタイムの従業員を帰らせた。最後の客が店を出たところで、そろそろ表ののれんを下げようかと話をしていたとき、入り口の戸がガラ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 と力なく開いて、ちょっとすいませんね、入り口の戸がガラ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 と力なく開いて、二人の子供を連れた女性が入ってきた。6歳と10歳くらいの男の子は、真新しい揃いのトレーニングウェア姿で、女性は季節外れの、すみませんね、ちょっとね、チェックのハンコートを着ていた。いらっしゃいませと迎えるおかみに、その女性はおずおずと言った。かけそば、一人前なのですが、よろしいでしょうか。後ろでは二人の子供たちが心配顔で見上げている。はぁ、はぁ、ちょっとごめんなさいね。はぁ、はぁ、ごめんなさい、ね、ちょっと言わせていただきますね。ちょっと続き、どうぞ
どうぞこちらへ。のれんに近い2番テーブルへ案内しながら、カウンターの奥に向かって、かけ一丁と声をかける。それを受けた主人は、ちらりと三人連れに目をやりながら、あいよかけ一丁と答え、玉そば一丁と、さらにハンコを加えて茹でる。ダメだー、やめなーい、無理で一人前の量である。客と妻に悟れぬサービスで客大盛りの分量のそばが上がる、茹で上がる。テーブルに出された一杯のかけそばを囲んで期待を寄せ合って食べている三人の話し声がカウンターの中までかすかに届く。おいしいね。と兄。お母さんも食べよう。と一本のそばをつまんで母親の口に持っていく弟。無理だこれは。落ちまで。せめて。落ちまで。落ちまで行きたい、落ちまで。ああ、無理だ。無理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 だ。無理だ。無理です。チャンネル登録で私の同志になってくれ。